じゃあ最後です。はい、最後にお願いします。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。はい、一回で感動を与えていただき、日本中を盛り上げていただきましたが、このゴールドポストは筑波大学の学生さんや近隣住民の方が郵便を出したり記念写真を撮ったりということで、東京オリンピックにおける永瀬選手の活躍を後世に伝えるレガシーの一つになっていくのではないかというふうに思います。多くの教職員あるいは学生たちがこれを使うたびに永瀬さんの偉業を思い出すとともに、これが世界につながっている窓口だということを心から感じながら日々生活を送っていくだろうと思います。ゴールドポスト除幕です。どうぞお願いします。皆様盛大な拍手をお願いいたします。この間ポストを設置していただくことで、金メダルを取ったんだなという実感が、湧いています。この先悩んだり、苦しんでいるときにこのゴールドポストを見て、刺激をもらって頑張らないといけないんだという思いに、させてくれると思っています。すみません、ありがとうございます。